たちが見つけた今日行くお店はこちらです。ヌリンマウルヤンチョウジャンというところです。なんかマッコリが美味しいらしくて、うちらさ、あ、本当だ、なんか撮影中になってるみたい。なんかマッコリマッチブで調べたらここが結構上位に出てきたから、ちょっと行ってみたいと思います。地下1階らしいので、ちょっとでもなんかいい感じのお店だね。行きましょう。おお、ここで作ってるのってマツコリ、マツコリちゃん、マツコリちゃん、マツコリちゃん。社会科見学的な感じで見れますね。ビール工場みたいな。ね。メニューもタッチパネルでさ、分かりやすいよね。一番最初がマッコリ。そう、マッコリ。これは無販リピルだから、飲み放題で2時間1200円だったの。こっち10円これにすればよかったね。チェンジできないのかな。もうこれ、次これでしょ。そうだね。私たちここ、全く見てなくて、うんね、でもこっちから見て、今秋だから秋のマッコリを飲もうってことで、ガウルのマッコリしました。ガウル、なんか味のね、説明とか、これはなんか、炭酸が好きな方はおすすめできるマッコリですとか、なんかいろいろね、書いてあります。であとね、ジョン頼んだ。お店の雰囲気もいいし ね、おしゃれだよ。秋のマッコリです。なんか春と夏と秋と冬、この4種類のね、マッコリがね、あるの。なんかこう、発酵日数が浅いものから、冬になるともう 10日間ぐらい。でかすぎない？大きい。なんて。すごくない？やば。やば。おいしそう。めっちゃおいしそう。これがモドゥンジョンみたいな。マッコリっていうお店に来たんですけど、超有名なドラマのヴィンセントのロケ地に撮影中だったらしくて、店内にヴィンセントの写真とかドラマの映像とかがね、流れております。だからファンの方にはたまらないかもしれない。私知らなくて来たんだけどね。ね。じゃあ、忘れて夢中で食べちゃったから大変なの。これはなんかお肉のジョンです。めっちゃ美味しいよ、ね、美味しい美味しい。なんか食べきれないかもって思ったじゃん、これ来た時。でも10分ぐらいで、うん、もうない、半分ない、半分ない。ほんと美味しい、めちゃくちゃ美味しい、うん、なんかマッコリとさ、うん、まあ、チヂミってさ、韓国ではさ、雨が降ったら食べるみたいな言うんだけど、全然今日雨とか1ミリも降ってないんですけど、来ちゃいました、はい、このジョンとこのマッコリのセットが最強に美味しい。美味しい。で、秋のこのマッコリめっちゃ美味しいね。全部気になっちゃうね。でも多分全部飲んだらメロメロだよね。結構な
量だよね。これ1リットルです、はい、1000ミリリットルなんで1リットル1リットルか。ご飯リピルが2時間で1200円だから、はい、マジ頑張れば春夏秋全部飲める、うん、って感じ。結構安くない？美味しい。これさ、1杯で来るのかな、このこれが。あ、いや、これで来る。これで来るんだ。これか。うん、だからもうめっちゃ大酒飲みの人と食べてきたらめっちゃ飲めるかも。そうだね。めっちゃ雰囲気も普通にいいし。結構デートしてる人とか。はい、行ってきました、はい。今日紹介したのは。ウリンバウというマッコリのお店でした。美味しかった。めっちゃ美味しかった ね。私たちが注文したのは、うん、マッコリの秋とあと全部のジョン、ジョン、大きいジョン一、うん、つだって。1人、まあ、2000円ぐらいかな。2000円ぐらい、うん、安くない？すごい安く美味しかったね。美味しかった。なんかイテウォンクラスとかあとヴィンセンツァとか、うんうん、なんかいろんなねドラマのロケ地になってるらしいので、うん、はい、結構ドラマ好きのファンの方は、うん、来てみてもいいかもしれない、うん、大人も楽しめるお店だった。そうだね、結構大人っぽかったね。結構大人っぽかった、うんうん、はい、なので、はい、行ってみてください。じゃあ、いまんあんにゃーん、バイバイ。